宮島真一です。ミキトニーでーす。さあ今回久しぶりのケースなんですけれども、はいはい、コザの、まあ、ドンに会いに行く。あ、まあ、前回で言うと沖縄市長、はい、そうでしたよね、と一緒に沖縄市を巡るという。そうなんです。で今日はじゃあドンにこういろいろ紹介してもらって、うん、そうだね、ドンの核心に迫る。そう、さあなかなか入れないですよ。いや本当だよ、うん、初めて。あ、すごい綺麗なところですね。失礼します。失礼します。お邪魔します。お邪魔します。よろしくお願いいたします。実はあの我々コザの裏側という番組でですね、はいはい、今日はあのコザのドンに会いに行けということのコーナーなんですけども。そう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 、はい、はい、お伺いしております。本当に、はい、応接室。はい、わかりました、ありがとうございます。応接室。コザの裏側。どんな方がね、いらっしゃるのか。手汗が。中本コース、ね、わーい。こんばんは、よろしくお願いします。ダースベイダーの中本です。R2D2 です。好きなんだね。好きなんですね。私でもこれ見たことあるよ、国際カーニバルですよね。これで歩いてたんですよ。うわ、この会社面白いなと思って。遊びがいっぱい、遊び心満載で。新しい映画のザ・フォース・オブ・ウェイク。あー本当だ。だからあのフォースの覚醒、うん、これを NK を入れて、中本興業。なるほど、すごい。あ、下にはちゃんと50年アニバーサリー、 50th アニバーサリー。何ですか。え、何え、あ、これプレゼント。ちょっとあれ、なんかちょっとあの、私まだ誕生日まだ来てないんですけど、ちょっと差別化が激しくない。まあまあいいじゃないかよ。改めまして、中本社長で、はい、そうです。あ、はい、中本興業さんは何の会社なんですか。今この情報を見て何屋さんか全く分からない。何屋さんか全く分からないですけど、こういうあの貸衣装貸衣装で50年って死に死にてですよ。愛されてるねってなりますから。すごいな。いやいやいや、あの建設関係の仕事をさせていただいております。あ、そうで。なるほど。スターウォーズはなぜに。私がただ好きなんです。好きだから。いや、こんなあのユニークな社長さんってすごくいいなと思いましたけど、ね、まあ、先ほどもちょっと話したという建設業の会社と、はい、いうことなんですけれども、はい、ということは我々、まあ、うちなんちゅう、こうざんちゅうがいつも目にしてるものもきっと携わってるわけですよ。例えばあの沖縄市民会館。なるほど。これがもう35年ぐらい前に、作ってあるんですけど、うん、もう私だって生まれた時からありましたもん。そうですね、はい、成人式もやりました。あそこでコンサートも見た。コンサートといえばあのコザミュージックタウンの方も弊社の方であの大手の方と一緒に作らせていただいて。すごいじゃん。もう歴史ですよ。いや、だってさっきもあったけど50周年ということで、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。今度多分デススター作りますよ。そうですよ、はい、そうなんですよ。デススターってあるわけよ。なんでデススター。もうさ、ひどいやつ。いやもっとわからんくらった。なんでコザの裏側。では乾杯。乾杯。よろしくお願いします。飲むよ飲むよ飲むよ。美味しい、うん、美味しいですね。美味しいですね。あ、うまい。社長、はい、ここは福っていうお店。福です。ですね。夜もいいんですけど、うん、僕のおすすめは昼間のランチがおすすめです。ランチやってたんですね。ここやってるんですよ。知らなかった。知る人しか来ないんですよ。ねえ、680円ってよ、うん、安くない。安い。ねえ、これパターンもいろいろあるんですよね。僕の一番おすすめは八宝菜。出ました。そう、八宝菜。社長おすすめってこれ。ちょうど会社から歩いて10分なので、うん、あのまあ、気分転換とウォーキング兼ねて歩いてここ来て、で歩いてまた戻る。なるほど、いいですね。なんか嬉しい。ちょっと万歩計でちょうど2000歩になる。万歩計。2000歩。そう、
ガチのやつだ。社長は体健康にもね、そういうことですよ、気をつけてるってことですよ。体調管理もバッチリと、万歩計はうち全社員配布して、はい、みんなで万歩計で競ってますので、だからあの僕も一応、これで昼間2000歩稼ぐという、会社のために健康になる、自分のために健康になる。でもあれだよ、デススター作ってるんだよ。そうそうそう、デススター。だからさ、このデススターってさ、こちらの裏側。ありがとうございます。あら、美味しそう。美味しそうですね。いただきます。ありがとうございます。さあ、心めっちゃ美味しい。社長がもう一押しの服のエビチリと。エビチリと。あれは麻婆豆腐ですね。そうですね。これじゃあもう社長、食レポお願いしていいですか。はい、おっと、マジで社長に頼む。僕が安心ですか、僕が。そうですよ。もうすでにもう汗かいてます。また汗かきますね。そうね、これ結構辛い感じの。え、もうすぐ。もちろん、もちろんです。大丈夫。え、でもこんなプレッシャー与えていいの。大丈夫、大丈夫。なんか12分30秒の番組ですからね。早く食べないといけないですよね。大丈夫、大丈夫。いただきます。はい。うん、美味しい。早いよ。いやいやいや。いただきます。うん。うん、うん、あ、うまい。長い長すぎて、カットされましたけどね。なんかね、カットでいきましょうか。いや、でも美味しいね、美味しいよね、うん、ここの。私もいただきます。本当、麻婆豆腐も美味しいんで、はい、結構本当辛いんですよ、うんうん、もう汗かいてもう汗かいて本当に辛い。いや、もう美人が横にいるともう汗がいっぱい出ちゃって。社長上手。いやいやいや、え、僕のこと。え、はい、ちょっと噂聞いたんだけど、何、みんなで旅行行くとか。あ、そうです、そうです。社員旅行をこう、はい、久々に企画して、はいはい、で海外旅行に、ね、うん、あの今回はしたんですよ、うんうん、30名ずつのご飯に分けて、140何名ぐらいが一応その、海外、海外だ、台湾に行く班、うん、それから香港、マカオに行く班、はい、それから、ソウルに行く班、うん、すごく素敵な環境だなと思いました。こう従業員があるからこそのこの会社が成り立っているっていう感じがすごく伝わるというか、うん、だから50年続く感じだろうなっていう。逆に50年続いたので、なんとかこう社員の皆様に還元したいし、そういう思いをこうまた、ね、今回この思い出作って、うんうん、また次の50年につなげたいなっていうことで、うん、僕だけじゃなくてうちの総務の皆さんとか、うんうんうん、実行委員会のみんなで話し合って決めたんですよね。家内に怒られるかもしれません。申し訳ないです。いい、大丈夫。これも仕事だと思って。仕事、仕事ですよ、これは。すいません、あいあい。めっちゃありがとうめっちゃさ、シャッター切られたよ。今なんか30枚ぐらい撮られてね。ねえ、写真めっちゃこうやってね、ダークサイドに行くんです。これやばいよ、これ謝罪しに乗るね、これ。コザの裏側。じゃあ、乾杯をお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。いや、やっぱり安心するね、うん、中野町。何でしょうね、何でしょう、中野町に来るとね、うん、落ち着きますよ ね、うん、さあ、ここでね、まあ、夢を語る場所はたくさんありますけれども、うん、中野町でいつもこうやってね、はい、語れる場所があるっていう、ここは一体なんで。このサナエっていうスナックサナエは、うんうん、僕の親友の義理のお母さん、義理のお母さんですね、がママさんなんですよ。末子ママが、うんうん、お店の名前はサナエですよね。サナエ、うん、なのに、うん、あの末子ママなんです。末子さんなんです。コザの裏側。どうぞ。うさがい味噌で。ありがとうございます。おいしそう。これもしかしてママの手作りですか。そうです。嬉しいね。で、前なしうちは。あ、いいですね。嬉しい。やっぱティアンダーがね。ね。まあまあ。これは何ですか。これは一応に肉じゃがになってるんですけど。いや、もう見てわかるでしょ。いや、これ聞きたい。あ、この方は沖縄風。あ、いいですね。沖縄風。うちな風の。いいですね。美味しそう。あれ、あなた大好きですよね。そうなんです。私これ。これこそさ、やっぱりこう、うん、その作った人のさ、うん、こう。ティアンダーが入って、なんか違うわけよ、味がさ。だからさ、そうなんですよね、サナエさんじゃないんですよね。日賀末子です。そうです、私は日賀末子です。なんでこのお店の名前はサナエなんですか。あの、一応はあの中部農林行ってまして、はい、あのサナエの歌ってあります。歌が遺跡のサナエ。おーおー、文部省の歌よ。おー、文部省の歌。あ、そう、これサナエの田植え機の、そうそうそう、遺跡の田植え機のサナエってのがあったんです。あー、35年前だから、うん、え、どんな歌ですか。どんな感じの歌ですかね。え、
揃ったで揃ったさあなえが揃ったって。あ、すごい。いただきまーす。いただきます。シャッターオンです。シャッターオンです。今日やたら撮られてる感じするよね。パパラッチがいるね今日。いただきます。どうでしょう。おいしい。優しい。優しい。小座の裏側。春風が吹くとともに僕らの道はスタートした。右も左もわからない僕を迎えたのはあなたでした。目をつむればそう。社長、今後もね、またこうやって素晴らしい企業がさ、小座にあって、これからまたやりたいこととか、こういうのってイメージがあると思うんですよね。社長、なんかこれからのイメージってどんな感じですか？うん、とにかく明るい沖縄市っていうのをもう一度取り戻したいなと思いますね。やっぱりこの、この仲間の町もそうなんですけど、はい、僕ら子供の時の、そのイメージと今っていうとかなりギャップがあるんですよね。だから沖縄市が元気になる、小座が元気になるっていう時に中野町が元気になってほしいなっていう、行きつけのお店っていうのがね、そういうところがやっぱりこうお客さんが喜ばれてるからこそ35年。そうですよね、35年。あー、すごいですよ。本当にみんなに愛されて、まだ38歳なんですけど一応35年え、嘘。いや、ちょっとまだ25ぐらいですね。いやー、今日はなんかすごくいい一日だったな。いやー、よかったよ。なんか水も食べてさ。そうね、はじめさ、ダース・ベイダーとかそのスター・ウォーズのあれでね、ちょっとどうなることやらって思ってる。中本社長なんか張り切ってるんだろうなっていうね、ありましたけれども、あれはちゃんとね、意図があったと。今度のスター・ウォーズはほら、ザ・フォース・アウェイクン、フォースの覚醒、フォースは力、スタッフの力を覚醒させてもっといっちゃうよっていう意味がちゃんとこもってるんですよ。だからただのスターウォーズ好きのおじさんじゃないんだ。ではないんですよ。社長、ごめんなさい。意味があるんですよ。おじさんってやったよ。待って そうそう、そういうことか。そうなんです。でもさ、改めて今回こうね、お話聞いたじゃん、はい、デイジなんか素敵な社長だったね、そうだね。会社のためだけじゃなく、会社のことだけじゃなくて、業績のことだけじゃなくて、これからのことをね、社員のことも考えてるしさ、いいよ。それでさ、でこうやってね、中野町にも来てさ、こういろんな話をしてみんな元気にさしてるわけよ。しかしこの中身汁美味しい。本当に美味しい。この中身汁私作れたらすぐ結婚できるはず。できるできる。聖子さんから習いなさい。習わないといけない。通わない。週一で雇ってくれませんかね。うんって言ってるよ。来るよ私、本当に。いやいや、迷惑でしょ。やめて。それなりに働く、ちゃんと歌も歌う。でそのうちあんたの父ちゃん来るよ、こっち。来るな。来るよ。